なぜ韓国ではなく日本をアジアの光と呼ぶのか。中国メディアが日韓の明確な違いを指摘、韓国ではなく日本を見習いうべきだ。中国サッカーが手本とするなら、韓国より日本。そう考えているようだ。韓国メディア、スポーツ競合は8月8日、中国サッカーは韓国ではなく日本を模倣しなければならない。なぜ、と見出しを打った記事を掲載。 次のように伝えた。中国メディアは、中国作韓国ではなく日本を見習うべきだと指摘した。スーパースターの孫憤民とてナムの存在に頼る韓国とは異なり、日本は組織的な総合力と J リーグの底上げで競争力を高めており、これを手本としてするべきだ、と。でそし中国メディア、数法は7日。 なぜ世界的スーパースターの孫憤民を要する韓国ではなく、日本をアジアの光と呼ぶのか、と題した記事で、韓国と日本のサッカーを比較分析した、と綴り、その内容をこう紹介している。韓国と日本のサッカーは印象が明らかに異なっている。韓国はトップ選手に注目すればよい。一方、日本は特定の選手を称賛することはできないが、 選手全体の組み合わせや戦術の実行が緻密だ。J リーグも非常に健全で完璧だ。日本のサッカーは秩序で定められたルールに基づいて選手やパフォーマンスを向上させる。一方、韓国サッカーの場合は空から降ってきた星のようなスーパースターが成功に導く。日本のサッカーモデルは真似をして学べるが。 韓国は真似できないスーパースターモデルに依存している。中国は孫ミンと同レベルの選手を期待はできない。本当に運の問題であり、量産できるものではない。J リーグは見て学ぶのに良いモデルだ。リーグの健全性をもとに FIFA ランキングは18位まで上昇し、サッカー人口が増加した。中国は日本の着実な進歩から学ぶべきだ。 アジアの光である日本サッカーは真似できるものであり、韓国モデルは手に入らないものだ。